イ,ソサイエモン山本周五郎 三栄四年九月十八日のこと。三河の国岡崎藩の中老、新山新十郎は、矢萩川ほとりにある老職松原定雄の別宅を訪れた。その日はある重大な政治上の内談をするので、他にも五人ほど老職が集まったのである。洋談は長引いて夜に入り、終わったのはすでに五つ半九時であった。 集いの内容が密字なので、みんな友を連れてきていなかったから、その夜はそこで泊まることになったが、新十郎だけは用事を控えていたので辞去した。途中よく気をつけんといかんぞ。狙われてるからな。死客が出るかもしれんぞ。そんな言葉を聞き流しながら外へ出た。月が素晴らしく冴えていた。 みんなの中言がそのまま真実でないにしても、もしかするとそのくらいのことはあり得る状態であった。しかし38歳という壮年の気力と無念流の剣に相当以上の腕を持っている新十郎は、3人や5人の死客には恐れない自信があったのだ。サダユの家を出て17、8丁。城下町へ入る手前の松並家へかかった。 乾いた道の上に並木のマスが一本ずつ波数が読めるほど鮮やかに影を落としている。光と影のまだらになった道を十五六歩行った時であった。待てしばらく待てと声をかけながら老人邸の者が一人新十郎の前へ立ちふさがった。来たか真十郎はさっと二歩下がって、 それだ。何者だ。と、体験の使いへ手をかけた。相手は直ちに切ってくる様子もなく、しかし、間合いを詰めながら口早に行った。なんだおめよう。衣服代償を置いていけ。貴様、野党だな。何でもいい。拙者はぜひともその衣服代償がいるのだ。ただし、刀を抜いてはいけないぞ。 抜いても拙者の方が強いからな。黙って脱いで行く方がいい。お互いに怪我をしてはつまらないから。つまらなくはないぞ。新十郎はそっと羽織の紐を解いていた。岡崎の家中には大やぎにかかるような武士はいない。貴様は悪い場所へ出たぞ。ま、待て。おとなしく衣服大小。逃げるなよ。 いけない抜いては慌てて右へ回ろうとする花へ、新十郎は抜き打ちをかけた。得意の手だ。しかし一発の差で相手は危うくかわしながら、それでもすぐに逃げようとはせず。待て待ってくれ怪我をする危ない動くの新十郎は叫びながら大きく踏み出した。あ、危ない 月光を集めて一閃する剣の下に、相手の体がすくんだと思った刹那、松の影のムラムラと動く暗がりへふとその姿が消えてしまった。一瞬ではあるが新十郎は、しもっとと危険を感じて明るい方へ飛びのくと、すぐ左手の松の股間から、頼む野党ではないのだと、相手の声がした。 武士と見込んで頼むのだ。どうかその衣服代償を貸してくれ。長くとは言わない。両三日の間貸してもらいたいのだ。貸せと死にかかってる母を安心させたいのだ。頼むから、二三日の間貸してくれ。新十郎は刀を下ろした。さっきからの態度、言葉の調子から考えると、 まんざら辻強盗でもない様子である。ことに、死にかかっている母のためという一言が強く耳を打った。こちらへ出てこられ。新十郎は刀を収めながら言った。相手もそれを見届けたのであろう。松の鍵から出て月光の中へ進んできた。 杉だらけの合わせの着流しに藁通りを履き、酒焼きも貧髪も踊るな、誠におわうちからした姿である。しかし、僧帽には癒しからぬ品位があった。期待の高い眉の恋、特にその大きな僧の瞳は、世の汚れに染まらぬ清純な光に溢れていた。今の一言、何か死災ありげに思うが。 よかったら事情を賜ろう。片付けない。なんとも無礼をつかますって。拙者は新山新十郎と申す。立ち話もなる前から、あれへ参ろう。そう言って新十郎は三十軒ほど先にある小さな閻魔堂の方へ相手を導いた。拙者は磯三衛門と申します。 磯は浜辺の磯ではなくて、数の五十と書きます。三江門も数字の三。文字に書くと五十三江門となるので、実に紛らわしくて困るのです。実直な、そして極めて不器用な話ぶりで語り出した。父は金江門と申し、佐竹家の江戸詰めで代々留水役を務める家柄でございましたが、 六年後に死し,し、続いて、というと妙ですが、実際のところ半年も経たぬうちに、拙者は老老の身の上となってしまいました。それはまた、どうしたわけです当座は自分でもわからないで困りましたが、よく考えてみると、慣例を破ったためでした。慣例と申すと平たく言えば、 賄賂ですな。サイエモンは恥ずかしそうに苦笑した。いかにも正直な気一本な症状である。留水役といえば、どこでも自然に出入り商人とと何か関係のできるものでしょうが、特にサタケではそれが甚だしかったのです。それを知らなかったものですから、知っていたら他に方法もあったのでしょうが、 生まれて初めて賄賂というものにぶつかって仰天したのですな。全く今思っても仰天したというのが本当です。それで表沙汰にしてしまったため、いろいろな方面に繋がりが出て、ついに拙者を退身させるより他に仕方がなくなったのだと思います。世の中は連直一点張りでもいかぬものだ。いかにも仰勢の通り、 サエモンは身に染みたように頷ういた。賄賂というものにこだわりすぎたのです。それを悪事だと思うことと、慣例になっていることとは別でした。悪事を正すには正すだけの方があるということを、初めて悟りましたよ。それで、衣服大将のことは浪人して6年。 頼るべき親類とてもなく、三年ほどは蓄えを使いながら士官の道を探し歩いたのですが、わずかばかりのもので、たちまち亡くなり、ご当地へ参ってから一年ほどは、ほとんど近所の人々の行為で、路面をつなぐありさまになってしまったのです。その上、母が富士の病にわわされまして、今ではもう明日をも知れぬという重体なのです。 新十郎は黙って頷いた。三衛門の心は心の悲しさをそのまま表現するように震えた。無論母は指揮も知っています。それで口癖のように、お前の出世する姿を見ないうちは死んでも死にきれぬと、それだけを繰り返し申します。それを聞くのがどんなに辛いことか、お笑いくださるな。 さてもいい。武士らしい姿を作って、お召し抱えになったからと言って見せてやったら、かかも安心して目がつむれるであろうと存じ。湿ってくる声を悟られまいとしてか、三右門はそこで言葉を切った。新十郎はしばらく黙っていたが、お住まいはどちらでござるかと聞いた。 油屋辻の裏で、七兵衛棚という長屋におります。それでは今宵はこのまま帰って、ご老房のお見取りをなさるがよい。明日改めて拙者から使いのものを差し上げましょう。と、おせられますと、当藩へ召し抱えになったという手にて、衣服作業をお届けします。それでご老婆をお慰めなさるがよい。 それは、それは何とも。サエモンの目は感動に潤んだ。世間にはこんな人もいたのか、と思ったのである。実は昨夜から何度も通りかかる武士を呼び止めて頼んでみたのだが、一元のもとに同活するか、あるいは長バ針を投げつけて去る人々ばかりであった。もうしようがないと決心して、こちらから意志でかかった相手が、 意外にも情けを知る人だったのである。こういう時には、世間に鬼はなかりける、というありふれた言葉が涙の出るほど実感に訴えてくるものだ。繰り返し礼を述べて新十郎と別れ、まるで蘇ったような気持ちで月光を浴びながら、油や辻の裏の家へ帰ってきた三右門。そっと腰高少女を開けて入ると、 暗くした暗闘のそばから、そっと一人の娘が立って出迎えた。お帰りなさいまし。ただいま戻りました。遅くまでお世話をかけてすみません。囁くような声で言いながら上がる。様子は別に変わりませんでしたかはい。さっき少しお苦しそうでございましたけれど、 今はよくお休みですわ。年は十八。相柄屋の吉五郎という担ぎ五福屋の娘で、名はお園。母子がこの土地へ来て一年この方、誰よりも親身に母の見取りをしてくれる娘だった。それで、お園は傷が足げに恋を潜めて、 あのことはご都合ができましたのやっとできました。ご家中の親切な人に会ったので、よく事情を話したところ、それでは明日使いのものをやろうという話になったのです。これでどうやら安心しました。ようございましたこと。私どもでできることならと、父も申しておりましたが。いや、それどころではありません。 あなた方にはこれまでもご迷惑のかけ通しです。それも母が治る体であったらお世話していただく甲斐もあるのですが、このようなありさまではお礼の申しようもございません。そんなことをおっしゃっては悲しゅうございます。おそのは思わずたもとを目に当てた。小さい時母を亡くしました私にはもったいのがございますが、本当の 母様のようにさえ思っておりましたもの。実は母もあなたを。言いかけて三門は目を背けた。ここへ移ってきて間もなく病のとこに伏した母は、他人と思えぬお園の看護ぶりに、本当の娘のような気がすると幾度も言い言いした。あれならお前の嫁にしても、とさえ言いかけたことがある。 情が映るとはこういうことを言うのであろうか。お園と母との自然な愛情のつながりを見ていると、さえも,もういつか知らず、この娘とは他人でないように思い始め、叱るべき士官の道さえ決まったら、母の許しを得て妻に迎えても、と思うようになっていたのだ。もうふけます。帰ってお休みください。い、いえ。 まだ四つ半には間がございますわ。それに今夜は親盛りをすると言ってきましたから、父もそのつもりでおりますの。それはいけません。サイモンは押し返すように。お心差しはありがたいのですが、世間の口の端に登ってはあなたのご迷惑。母もこのように落ち着いているのですから、今夜は帰ってお休みください。 私、世間など遠いよと思わずそう言ってから、娘ははっと言葉を切った。それに続いてくる言葉の重要さに気づいたのである。サエモンは気づかぬ風で母の枕元へすり寄った。お園が帰ったのは夜半であった。サエモンは母の枕元で、薄い掛け矢具をかぶったまま仮寝をした。 いつ代わりが来ても医者へ駆け出すことができるように。しかし母は弱い呼吸ながら別に苦痛を訴える様子もなく、静かな秋寒の朝を迎えたのである。朝の食事が済み、医者が見回りに来た。そして、それから間もなく、ちょうどお園が手伝いに来ていたとき、ごめん、 と、訪れるものがあった。いそ、サイアモンドのお宅はこちらでござるか手前でござる。サイアモンは心を踊らせながら出た。二十六、歳になる清掃の若侍が、足軽にハサミ箱をかすがせて立っていた。拙者は当地水の家の中老、新山新十郎の歌詞にて、川壁五助と申します。 主人の使者として参上捕まつった。ご苦労に存じます。無さ苦しゅはござるが、まずお通りください。いやあ、これにて工場申し述べます。死者はハサミ箱をそれへ差し出して。かねてお申し出の死官の儀。役向きにて、主々選考の結果、お召し抱えと決定捕まつってござる。ついては、自腹一組、お差し料。 した金をこれに持参つかまつった。明日四つ、拙者主人宅までお運びあるよう、工場右のごとくでござる。片付けなきお沙汰、ありがたく承知つかまつりました。また、これは内々のお知らせながら、食六の儀は二百石とやら賜った。お含みおきくださるよう。重ね重ねのご恋、 ご主人へよろしゅう。母の軽い咳声を耳にしながら、この一語一語が聞こえていると思うと、サエモンはこれがこしらいごとでなかったらと考えて、胸いっぱいに不覚の涙を感じるのだった。死者が去るとすぐ、母上、とサエモンは屏風の中へ入った。 母親はいっぱいの涙の溢れた目で我が子を見上げた。色のあせた唇が泣きびそのように震えている。お聞きくださいましたか、カカウエ。嗜間が叶いました。ご当藩水の毛嗜官が叶いました。しかも食録は二百国でございます。見せておくれ。 母親はかすれた泣くような声で言った。立派になった。姿が見たい。そのご衣装を着て見せておくれ。お手伝いいたしましょう。お園がいそいそと立ってきた。門服に朝上氏も。浸透ではあるが、こしらえ尋常な大将に、金数五十両。 それに一通の手紙が添えてあった。鑑賞お約束の品々お届けつかまつり候。ろう。差し添え揃ろう金子は拙者の寸死に揃えば遠慮なくお使い捨てくださるべき候。ろう。お母上ご解放にも向かわれ来れば、接客までご入来のほど待ち入り候。ろう。 文面にはそう認めてあった。金子まで恵まれることは、普通なら武士として忍び難いことではあったが、この土壇場では寒天の銃にしとし、サエモンは手早く金子を片付けると、衣服を着替え、噛み下をつけ、竹光の刀を戸棚へ押し込んで大将を刺した。目も動かさず見守っていた母よりも、手伝っていたお園がまず、 まあ、お立派ですこと。と、息を引くように叫んだ。もっと、こちらへ来てごらん。母は感動に震える声で言った。もう視力が衰えているのであろう。サエモンが近々と寄って座ると、見上げ見下ろししながら、痩せ細った手を伸ばして、折り目正しい袴の膝へ触れるのであった。 お立派なこと、お立派なこと。母親の目は大きく見開かれた。これで母も安心しました。もう、思い残すことはありませぬ。さあ、祝いましょう。母親、どう遊ばします突然母が起き上がろうとしたので、 サイモンとソノは驚いて左右から抱き支えた。母上、お体に触ります。何の、サイモンが出世したのじゃもの、祝いをしなければなりませぬ。急げが世に出るのじゃもの。嫁女、あよ。母上、母上。何をしてやる、嫁女。 そう言いながら、もう母の目は失神したことを示していた。おそのが医者を呼びに走った。一旦は持ち直したものの、安心しきった気持ちであろう。それから二日の間こんこんと眠って、ついに母親は亡き人となった。サンエモンの愛称をここに記すことはあるまい。 新十郎から送られた金子で、のべの送りも済み、釈材なども型をつけ、書なのかの放映が終わった明くる朝。彼は久方ぶりに風呂へ入ったり、神湯ど床へ行ったりして、すっかり身なりを整えた上、新十郎の屋敷を訪れた。客までしばらく待たされた後、 先日死者として来た川壁豪介の案内で、奥まった人前へ導かれた。そこは今と見えて、くつろいだ新十郎が小机に向かっていた。ああ、見られたか。さあ、ずっとお寄りなさるがよい。かような姿でごめんこうむる。拙者こそ、ごぞれつかまつる。先日は、ぶしつけなお願いを。 お怒りもなく、ご奉仕誠にお礼の申しようもございません。いやいや、些細なこと。その話はこれっきりにしましょう。して、ご老母は、ついに死去をつかまつりました。それは、なんともご無念な。いつでござったか。昨日が初七日でございました。 おかげにて、形ばかりですが、出世の姿を見せることができ、母は心から喜びながら引きました。最後に、いささかながら高校の真似事ができましたのも、みんなご記念のお心しです。このご恩は何事に変えても忘れません。ついては、その説、お恵みに預かった金子ですが、 もう、その話は済んだこと。新十郎は手を振りながら、拙者としてはできるだけのことをしたまで、もうそんなことはやめにいたしましょう。幸い、七日の木も開けたとあれば、差し支えあるまい。お近づきの印に、一酸お付き合いくださるのか。酒は、たしなみますが、いや、 ほんの真似事でござるよ。新十郎は席を変えましょうと言って立った。庭続きに一棟、大きくはないがすき屋造りの建物がある。導かれていくと、そこには美しい侍女が主向の支度を整えて待っていた。サイモンは酒の飲めない太ちなので、愛対して座ってもなんとなく息の詰まる感じだった。 最も五十両という大金について、返済の算段を相談するつもりだったのに、その機会を与えられない心苦しさもある。さあ、うろくに、拙者も崩しますから。さあ、この方が勝手です。サエモンは固く両手を膝へ置いた。両三度尺をすると、次女は会釈をして去っていった。 それを待ちかねていたように、サエモンは形を改めて。くどいようではござるが、果実おめぐめに預かった金子について、一応拙者の考えをお聞き願いたいのですが、と言った。そんなにあの金が気になりますか気になるならぬではありません。申せば頂戴する理由のない金子。 本来なれば、あのまま直ちにお返し申し上げぶ屈筋なのですが、前夜も申し上げたような事情にて、母の見送りも満足にはできぬ状態の理由へ、心ならずもご行使に甘えた次第です。何としてもご返さえ申し上げねばならぬのですが、ご承知のような。まあ、お待ちなさい。新十郎は杯をいた。 それを伺う前に、拙者の方から改めてお願いがあるのです。これは先日のわずかな贈り物とは別に聞いていただきたいのだが。お伺いつかまつりましょう。拙者の身に叶うことなれば何なりと。主催は申せぬが。と、新十郎は半顔に相手を見て。 人を一人切っていただきたいのです。主体が申せぬという理由は、当家の肘に関しているからです。当の敵は家中の宿老にて、お家を誤る感悪のものです。ことを無事に収めようと苦心を重ねてきたのですが、彼は訓長はつく、宿老の権力を握って動かず、 お家の危機は切迫するばかり。この上はもう、視察する他に手段なしというところまで来ているのです。無論、同志の面々は競ってその役を引き受けようとしますが、老心を刺す以上、己も自殺しなければなりません。しかし、お家にとって、今一人といえども失いたくない時です。それで、 秘伝を武士として見込んでお願い申すのだが、どうであろうは、っ。秘伝なれば失礼ながらお身軽。撃って立ちのけばそれまで。ご迷惑のかからの処置は必ずつけます。更新深き人はギリも厚き人。そうお信じ申してのお願いでござる。 いかまでやろうか。サエモンはほとんど呆然とした。あまりに重大な頼みである。新十郎の人柄には心から畏敬を感じているし、果実の恩義も忘れることのできないものだ。しかしこのまま新十郎の言葉を信じて良いものだろうか。半世の指示に関するというからには、被災を正すわけにはいかない。 やるなら相手の言葉をそのまま信ずる他にないのである。いや、これはご返事のないのがもっとも。急に新十郎は苦笑していった。紀伝のご風格の頼もしさに思わずよしなき願いをつかませた。絶対はござらぬ。ただただ同種のものをあだに失いたくないと存じたからの一存でござる。お忘れください。 いや、お待ちください。拙者にも。いやいや、もうよろしい。課長のことは課長で始末すべきが当然。ぜひお忘れください。にゃまうじ、改めてお願いつかまつる。サイモンは眉を上げていった。更新があるものは、と仰せられた。 ただいまのお一言でお信じいたします。万分の一の御恩法事になれば幸せ。お役に立ちましょう。おやりくださるか。老老の体一つお心に任せます。相手の名と打つべき頼りをお指図願いたい。相手は老職蘇我中在門。 屋敷は寺町の北通りにあります。途上下城の共回りは現状で手は出せません。かえって敵の京をついて正面から屋敷を訪れ、面談の折に木を伺われるのが屈強と思います。幸い記念はどれにも知られておらぬから、こう合。江戸表からの密使と申せば必ず会います。 新十郎はひ一膝進めて、目的を果たされたら、ここが客間としてこの庭を置こう。と、扇子の金みじりの方で畳へ図を引きながら脱出する道順を詳しく説明した。打ち合わせを終わってから昼の食事を共にして新山家を辞した三イモ門は、石のように重い心を抱いて長屋へ帰ってきた。 決心して引き受けたもの、の、人一人を切るということは軽くない。死に瀕した母の心を安堵させてくれた上、五十金という多額な金を恵んでくれた新十郎の気持ちは、こちらの更新に感動した現れであろう。その感動した心が、そのままこちらへ大事を頼む気を起こさせたに違いない。そう思えば、いささかも疑問は残らぬはずであるのに、 なぜかサイモンの気持ちは割り切れぬものを含んでいた。お帰りなさいまし。細野が待ちかねていたように迎える声で、初めてサイモンは家へ戻ったことに気づいた。お会いなさいまして。お金のことはよくお話がつきましたの後で、後で話します。サイモンは逃げるように言った。 少し眠りたいから一人にさせてください。いや、寝床は自分で取ります。構わずに放っておいてください。また後で。そして家の中へ入ってしまった。食材を隔てて、サ衛モンは今、ソガ中左衛門と対座している。中左衛門は六十になろうか。日焼けのした顔には深くシワをたたみ、 半白の濃い眉毛が落ちくぼんだ目の上へ垂れ下がっている。しかし肩は大牛のようにたくましく、不死高な指は尺章のように強い弾力を持っていた。密室と言って人払いがしてあるので、広い屋敷のこの百馬には二人きりしかいない。残んのがが一匹、食をはためかせた。 使いの面向き、とまろう。中在門が促した。左衛門は相手の目をひたと見つめていたが、急に脇差しを取って遠くへ投げて、丸腰になったことを相手に示しておいて、江戸表からの使者とは偽りです。と言った。私は名もなき貧郎師です。こなた様のお命をいただくために、 水産したものです。ほう。駐在物の落ちくぼんだめがきらりと光った。それならなぜ脇差しを投げた真実が知りたいからです。ご老職、この他様はご当家にとって中心ですかそれとも悪心ですか愚かなお尋ねですが、こう聞き申すより、 他に法を知らないのです。武士として、偽らぬご返事を伺わせてください。珍しいことを聞かれる。中在門の唇が心持ち歪んだようだった。死客のみで党の相手に、中心か悪心かを正すのは面白い。名は何と言われるか。磯三右衛門と申します。 サタケ浪人です。新山には、どんな義理があるのか。老人の声はサイモンの胸の真ん中を射止めた。明らかにサイモンは老狽して。いや、新山、新山殿とやら、説長、一向に存じません。そうか。そうか。老人は強いて構わず。 うなずきながらしばらく黙っていたが、やがて静かに言い始めた。今、当藩では、お世継ぎの問題で二派の論が紛糾しておる。ご当代様にはご精子がおわさんので、ご一族水野平十郎様ご次男をお迎え申すことと、これはご当代様の御意で数年前に決定しておった。 ところが、ここに一派の野心ある人々が、新たにご東西様の弟君、兵庫様を立てて、四次に直すべしと唱え出している。無論、順序とすれば弟君を立てるのが自然であるが、兵庫様はご条百にて、石どもはご寿命を行くばっか知れずと申し上げるほどなのだ。そのため、 お神類水野家の長十郎君をお迎え申すことに決定したのだ。左衛門はぐっと唾を飲んだ。ではなぜ、今日になって兵庫様をお直し妄想という議論が出たのか。権力じゃ。己らの力で藩士を盛り立て、政治の権力を握ろうとする野心が元なのだ。 それで、それで、ご老職には。この老人は、兵庫様をめぐる一味にとって、絶情の癌であろう。彼らから見れば、この老人もまた、お世継ぎを老断して、権力に執着すると見るかもしれぬ。いそうじとやら。しかし、と、老人は、 お蝶に乱れも見せずに言った。老人は、一般の大事を行うに他人の手を借りるようなことはせぬぞ。まこと忠義の心を持って中殺すべしと思ったなら、君家のため自ら一命を投げ打って当たるべきではないか。縁もなき老子を雇って七に生かしめ。 自分は口を拭って身を保とうとする。それが君家に忠たる武士のすべきことであろうか。バカな、下手でもせぬことじゃ。サエモンは活然と胸へ風の吹き通うのを覚えた。これだという気持ちである。飛脚の役を引き受けながら、どうにも疑心を払いきれなかった気持ちが、 ようやく目の前に割り切れた感じなのだ。サイモンは膝を進めて。お言葉よくわかりました。それでは、新山氏は、兵庫様を抱く一味の御人でございますか盗賊にも劣る奴じゃ。老人は不快そうに首を振って。貴公は、彼に金でも借りておるのかは、 いえ、実は、この老人は気候をブースト見た。気候の真っ正直な魂に打たれたゆえ、反応指示まで打ち明けたのだ。隠さずに話すがよい。誠にあれでございますが、サイモンは赤くなりながら、それを申し上げる前に、 お願いがございます。どうぞ、向こう十年を切って、四十金拝借させていただきとうございます。新山に返すのか老人は微笑した。三吉、越して死んぜよ。だが、あの屋敷へ参るなら、物の影、襖の後ろに注意するがよいぞ。 は気候なら年にも及ぶまいが、義手は義手なりの知恵を持っておる。まあ言ったら中座を仕留めたと申してみられ。それで新山の本心がわかるであろうから。老人はそう言って人を呼んだ。四十両の金層を借りて油屋辻の家へ戻ったサエモンは、 新山から借りていた衣服、紙下を畳み、五十両の紙包みをこしらえて大将とともに包んで、自分は元の継ぎだらけの合わせにひだの擦り切れた袴をつけ、竹光の刀を差し込んで新山新十郎の屋敷を訪れた。もう黄昏であった。あまりに薄い汚れた姿を見て、 家来はちょっと取り次ぎをためらう様子だったが、それでもやがて客前へ通された。新十郎は足早に出てきたが、座るより早く。守備はどうであった喉を行かれぬか行って参りました。相手の言葉を遮って、左衛門が言った。そして包みをそれへ押しやりながら。これは、ご恩尺の衣類対象。 金数五十両でござる。お受け取りくださるよう。馬鹿なことを。これは元より拙者から。いや、お受け取りください。サイモンは押し返していった。お約束の通り、蘇我五老職のお命は頂戴いたしました。また、拝借の衣類金数もご返済したわけです。 この上はただご当地を立ち退くだけでございますが、既念にご依存はございますまいな。無論、依存などあるべきはずはないが。真珠郎はなぜか不審げに。しかし、老職を仕留められたというのは事実でしょうな。いや、疑うわけではない。とど、 どこでどのように致されたか念のために伺いたいが、お指図通りです。面会を求めてお今い通り、人払いの上一刀のもとに捕まつりました。それはお見事な。して、別に危険もなく抜け出られたのかご覧のごとくここにおります。 これで果実の御恩は総裁されたと思ってよろしゅうございましょうかよろしかったら、おいとまつかまつりたいが。お急ぎなれば、しいては乙女は申さぬわ。では、ごめん。えしゃくして立ち上がる刹那だった。三衛門のせい、抜き打ちに一刀、新十郎の体験が必殺の光を飛ばした。 という声と、バリッと物の叫ぶ音と、激しい足音が同時に起こって、左衛門の体は襖ごと隣室へ脱し、抜刀の武士が五人、襖の影から跳ね飛ばされて四方へ散っていた。真珠路の喧嘩を感じたとき、物の影、襖の後ろに注意しろ。そういった中左衛門の言葉を思い出したのである。 だから、新十郎の抜き打ちに備えるより早く彼は、襖の影へ体当たりをくれたのだ。新十郎、心底を見たぞ左衛門は竹光の塚に手をかけた。拙者は馬鹿正直で佐竹を浪人したが、ここでは命を失おうとした。六年の浪人生活でも知ることのできなかった世間の裏表を、 今度こそ初めて知ることができた。刀を抜け。拙者を切るには及ばない。蘇我中左衛門殿は無事だ。この三右衛門を切ったところで、気候の悪事を闇に葬ることはできぬぞ。さては、願いったな。真の心は世間の表裏を知らずとも通じ合う。高正直の一徳だ。抜け。 新十郎はちらと左右へめくばせをした。四隅から歌詞が一時に切って出た。驚な足音と入り乱れる影を塗って絶叫と悲鳴が飛んだ次の刹なに、歌詞の二人は顔を押さえながらのめり、さえもんは竹光を右手に構えて元の場所に立っていた。引き裂けるような共感の次に来たしらじらとした静けさ。 ほんの一呼吸の間であったが、その静かさの中へ、ご上司ご上司でございますと叫びながら、玄関の方から馳せつけてくるものがあった。新十郎の面上からさっと血の気が引くのを見ながら、左衛門はダットのように浮気玄関の方へ走っていた。矢作橋を渡り切ったところで、 三右衛門は足を止めた。お園は肩で息をしながら、おろおろと絶望的に男の目を見上げた。母の遺骨の森を頼みます。帰ってきますから。娘は狂おしく男の方へ手を差し伸ばした。三右衛門は火にでも触るように、柔らかい娘の指に触れながら言った。 きっと帰ります。借金があるのです。あなたにも、無論、本当です。今度こそ生きる道が見つかりそうです。まるでしどろもどろだ。娘はサイエモンの言葉が聞こえるのか聞こえないのか。ただ目いっぱいに男を見つめながらわなわなと震えている。母の 遺骨壺の下に30両包んでありますから、拙者が帰るまでに何かの足しにお使いください。もっと何か話しておくことがありそうだが、ああ、そうだ。もし何か困ることがあったら、ご老職の蘇我中在門様を訪ねてご相談してください。きっと親切にしてくれますから。磯西衛門の言い名付けだと言って、 サエモンは娘の手を押し合った。では、これでしばらくお別れです。健康に。すぐに手紙を出します。では。男の姿がはるかに遠のいてから、娘はふらふらと惹かれるように四五軒迫った。しかしもう間に合わぬとしたか。待っています。 三衛門様と、初めて涙に湿った声で呟いた。三衛門が蘇我駐在門に呼び戻されたのは、その翌年の春のことであった。岡崎藩は大剣持忠だたが死んで、養子師長十郎忠だ等が家を継いでいた。兵庫を擁立しようとした一味は、それぞれ処置を受け、 新山新十郎は放逐された。お園が三江門の妻に迎えられたと、ここに記すのは打足であろう。